こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。さあ今回も始めていきましょう。今回は共産党員が無免許運転で人身事故、横断歩道で21歳女性跳ねる、もう一つはパーケン事件、池田義孝容疑者ドライバーでパソコンぶっ壊し証拠隠滅。何なんでしょう。最近特に目立つ議員のこの有様は国民を舐め切っています。こういった人たちが県議であったり衆院議員であること自体、もう腹渡が煮えくり返ってきますが、ではまず共産党員が無免許運転で人身事故、横断歩道で21歳女性跳ねるについてご紹介します。 NHK に習いまして、まあ習う必要はないですが、私の声ばかりより AI 女性に記事を読んでもらいましょう。横浜県議が無免許運転で人身事故、横断歩道で21歳女性を跳ねる、骨盤骨折の重傷、免許は10ヶ月前に失効。長野県千曲市の横断歩道で24日人身事故を起こした県議会議員が無免許運転だったことが分かりました。運転免許証は2023年3月に失効していたということで、共産党県委員会は25日夕方会見を開く予定です。事故は24日午前11時半ごろ、千曲市か水戸熊の市道で、信号機のない横断歩道を渡っていた市内のパート従業員の女性21が、上田市小佐方郡選出の県議会議員の運転する普通乗用車にはねられました。女性は骨盤骨折などの重傷です。現場は見通しの良いほぼ直線の道路で、警察は事故原因などを詳しく調べています。小佐方郡選出で当選7回、共産党県議団に所属しています。いかがでしたでしょうか。無免許といえば木下富子都議の問題がありましたが、東京都議会議員です。そして今回は長野県県議会議員、何を考えとるんでしょうか。共産党、責任取れ責任よと本当腹立たしく思いますが、では次です。池田義孝容疑者を起訴、ドライバーでパソコンを破壊、証拠隠滅か、自民党派閥のパーティー収入不記載事件。こちらも女性 AI に記事を読んでもらいましょう。自民党派閥のパーティー収入不記載事件で、東京地検特捜部は27日、政治資金法違反、虚偽記入の罪で衆院議員の池田義孝容疑者、57、自民党を除名と、政策秘書の柿沼和弘容疑者、45を起訴した。池田被告の事務所のパソコンがドライバーのようなもので破壊された疑いがあり、特捜部は池田被告が証拠隠滅を主導したとみている。特捜部は昨年12月27日、池田被告の関係先を捜索。関係者によると、名古屋市の地元事務所から押収されたパソコンにはドライバーのようなものでこじ開けられた形跡があり、記録媒体が破損した状態だった。事務所内の書類が捜索前に破棄され、その前後に事務所を出入りする秘書の姿が近くの防犯カメラに映っていたことも判明した。いかがですか。検察幹部は池田被告らの逮捕理由を、具体的な罪証隠滅の恐れが大きいと判断したと説明していたということですが、ドライバーでパソコンの記憶媒体、ハードディスクでしょう、まあそういったところをドライバーでぶっ壊す。初め聞いた時はドライバーでって、あのゴルフで使うドライバーでパソコンをぶったたいたのかと思いましたが、工具のドライバーみたいです。そしてこの池田被告と柿沼被告は2018年から22年に清和政策研究会から還流されたパーティー収入計4826万円分を記載しなかった疑いで7日に逮捕された。いかがですか。4826万円も記載せずポッケに、うっかりミスでは済まされない金額です。だからパソコンを壊し証拠隠滅を図ろうとしたのではないか。情けない。ではこの件に対するコメントを数件ご紹介します。議員事務所のパソコンをドライバーで破損されるなど裏金主導の罪証隠滅を図ったところで、ハードディスクデータの復元によってメールなど指図した証拠が固めたのでしょう。起訴となればもはや有罪は確実視されることから、直ちに議員辞職すべきです。起訴休職中の歳費の支払いを停止するとともに、副債金額の返還が必須です。さらに不記載金額も大きいし、証拠隠滅もやってしまったからかなり重い判決、
もしかしたら執行猶予なしの実刑判決になるかもしれないな。池田議員に関してはおそらく雲隠れをしている間に事務所などにこもって必死にデータや証拠の隠滅に策動していたのだろうと思う。自分が政界に残り地位を守り続けるためだけに策動するようなものが国民のための政策を考える余裕もないだろうし、国民を代表する議員の所業とは思えない。非常に計画的で証拠隠滅したり雲隠れして矢面に立つことを拒む時点でやましいことがあることを供述しているようなものだ。いかがですか。共産党所属の県議は無免許運転で人身事故、そしてパーケン問題で自民党議員は証拠隠滅。本当呆れ果てるばかりですが、さて今回の動画ですが、ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをお寄せください。そしてチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。